情報処理安全確保支援士、略語の句。情報処理安全確保支援士試験への合格を目標として、セキュリティや情報処理に関する略語を学びましょう。IP、インターネットプロトコル。ネットワークを介し、宛先へパケットを送るための通信プロトコル。IP の利用によりネットワーク通信実装を意識せず、 宛先へデータを送信でき IP を用いて接続された世界規模の情報通信網がインターネットである。ヘッダに記された宛先アドレスに基づくパケット転送によりデータを送信する。IPv4 インターネットプロトコルバージョン 4IP の一種で世界的に幅広く使われているバージョン。使用可能な IP アドレスは約43億個。 3 2ビットであり、世界的なインターネットの普及により、IP アドレスが枯渇することが問題になっている。また、ヘッダが可変調で IP パケットを中継するルータに負荷がかかるという問題もある。TTL タイムツーリブあるデータが破棄されるまでの時間や、処理の繰り返し回数の上限。IP においては、パケットの生存時間を指す。 バイアナ、インターネットアサインドナンバーアッツオーソリティ。ドメイン名、IP アドレス、各プロトコルで使われるプロトコル名や番号といった、インターネット資源を管理する機能。IPv6、インターネットプロトコルバージョン6。IP の一種で、IPv4 の IP アドレス枯渇問題から登場した。使用可能な IP アドレスは、 約340順、128ビット。IP アドレスが潤沢になったため、NAT を使用したプライベート IP アドレスの割り当てが不要となる。また、ヘッダは常に40バイト固定となり、IPv4 と比べ、ルータへの負荷を軽減できる。今回はここまで。また一緒に勉強しましょう。